お疲れ様です。さん。今回の舞姫大学特別講義は労働についててちょっと考えてみたんですよね。やっぱりこう財産になる資産になるようなお金とか資産にならないお金っていうのをね、えー、そういったお話をナミさんから頂きながら聞きながら思ったんですけどもあの私ね介護の資格を取る時に研修を受けるわけなんですがベッドメイクをしたりとかねお風呂の介助の練習をしたりとかこう体を使ってやる介護っていうのも当然あるんですけども。 座学って言ってて言どういういいいに考えればいいのかとかとね法律はどういうふうになってるのかっていうふうな頭を使う仕事もあるわけなんですよ。で介護の仕事っていうのは両方必要で両方がうまいことかみ合わせながら仕事になっていくわけなんですけどもじゃあね圧倒的に儲かるのはどっちなのかなって考えた時に体を使ってやる仕事ではなくてやっぱり知識を人に伝承する仕事なんですよね。だからあ介護のこのこ スクールの講師の方の方が利益を取りやすいっていうふうに私はね思ったんですよ。でも多くの方が介護の仕事っていうと車椅子をしたりとかねなんか外出の時のお手伝いをしたりっていうことになってしまってそれは決して必要だし悪いことではないんですけども私はそのビジネスと投資ってものにこれがちょっと似てるのかなと思ったんですよ。お金を稼ぐ方法といえば 商売ををしてお金を稼ぐまあもちろんありますけども投資ってものはねあんまり体を動かさないんですよね何かをこう買っておいて値上がりするのを待つみたいなのが投資の一つだと思いますけども果たしてなんですよ世の中の実質的なサービスや財業を作り出しているのってのは肉体労働だと思うんですよお米を作ったり誰かのお手伝いをしたりとかねでも投資の世界って基本的にはリアルな世界を 何もいいじってないんですよ人間の思考の中のバーチャルな部分がいろいろと組み交わさってあなたにはこの利益あなたにはこの損失って感じで結果的に振り分けられるだけでこの世の中の財やサービスの量っていうのは変わらないんですよねでも税制で優遇されていたり金持ちになりやすいのはこの投資の世界なんですよじゃあ金持ちってのは何なんだろうなと思っちゃいますよね お米を作ったり生命を支えるために医療行為をする人っていうのは確かにすごく大切なことをしてると思うんですよねなのに投資に比べて賃金は安いんですよ投資っていうのは基本的に誰かの命を救ったりすることはできません、うん、寿命を延ばすこともできませんただ投資があるからビジネスが存在するっていう側面もあってねうんだから両方必要になっちゃったのがこの資本主義経済の世の中であり 高度に洗練された投資工学とも言えるようなね、そのロジックなんでしょうけども最終的にはお金をたくさん作り出すことができてもお米一粒投資家は作れないと思うんですよただし労働していて買えるものは限られるけども投資で成功すれば無限にものが買えたりするんですよねまあ、だからここがね人生のパラドックスだなと思いますんで結論としてね割合よくやっていくってことに落ち着くんですよね 投資で稼ぐんだけどもも実際に自分の体を使ううこととでききるうちはやっておきたいとだから体が動くうちはね体を動かしたいですしただ体が動かなくなる時とか自分の意欲が低減される時とか職場がなくなるっていうことを考えて数年後のために投資をね少しずつやっておくっていうのはいい方法なのかなと思いますよねはい、まあ、私もね肉体労働の時もありましたし今も肉体労働してる部分があります。 パソコン作業ってのは結構肉体労働ですからねでもそうやって何かの作業をしながら投資をしていたお金が増えたり減ったりする、まあ、その差額を副収入として自分の懐に入れてるっていうところもありますんでね私としては両方をうまいこと付き合っていけるかなってことです決してどっちかだけっていうふうなね極端には触れないかなと選べるうちは選,べて選んでいこうかなっていうところですかねはいじゃあ今回は以上でございますお疲れ様です